柏木さん来てるかな。借りたスマホを返すならここしかなさそうだもんね。例の環境保護団体、今日はレイバーまで動員して抗議してるそうですよ。うちの会社が環境を破壊してるって言うんだろ。こっちは計画にのっとって動いてるだけなんだけどな。抗議したところで痛くも痒くもないですしね。まったくだ。それより早く仕事を終わらせて帰ろうぜ。話がある。30分後イベリスタワービル展望室にて待つ。 HO。 これは柏木理沙さんから借りたスマホにさっき届いたメール。差出人はわからない。柏木さんに会ってスマホを返そうと思い、この展望室へのエレベーターに乗っているんだけど、メールが届いてからもう40分が経っている。差出人はまだ展望台で待っているのだろうか。ところで柏木さんのスマホの画像フォルダにはいろいろなプライベートの写真が保存されているみたい。さすがに電話に出るわけにはいかないわね。いらっしゃいませ。すごいな。好きだよ。ここも危ないかもな。ねえ見て、綺麗。君の方が綺麗だよ。申し訳ありません。すごいな。いらっしゃいませ。Ha ha ha!
ああ。いらっしゃいませ。ちょっとどうなってるのかしら。申し訳ありません。やめといた方がいいって。あなたみたいな素敵な人初めて。僕もだよ。中川のりおさんですか？はい、そうですが、どうして私の名前を？一条さんと桜子さんという二人から今日は来れないということを伝えに来ました。そうですか。わざわざすみません。それで二人は今どこに？電話をしても出ないんだが。さっきスカイガーデンブリッジという橋が崩落したのはご存知ですか？ええ、ニュースで見ましたが。まさかあの橋を通る電車に乗ってくると言っていたが、もしかして桜子は？おそらく橋の崩落に巻き込まれて命を落としたと思います。ねえ、一条さんから預かった。これは一条くんが作ったゲーム。ご存知なんですか？彼がどんな男かわからなかったからね。彼が携わったゲームは全部遊んでみたよ。妻の美佐子を亡くしてからずっと幼い桜子を男で一つで育て上げたんだ。そのせいで桜子にも不自由な思いをさせてしまった。だから桜子には必ず幸せになってほしかった。もちろんこれも遊んだよ。でも何一つ面白いと思わなかった。しかしああいう世界を作るのは大変だろうな。技術と情熱がなければとても作れないものだろう。一条くんが桜子の結婚相手にふさわしいことは分かった。桜子の見る目が正しいことも分かった。分かっていなかったのは私だけだったのか。とにかく桜子に幸せになってほしかったんだ。それだけだったのに。私を説得するために今日ここに来ようとしなければことにならなかったのか。
ちょっと、どうなってんのかしら。いつまで待たせるんだ。は？メールが届いてない。確かに送ったぞ。まあいい。それよりだ。地下鉄の記事読んだぞ。お前も異変を追っているんだろう。じゃあ。お、確かでかいのに狙われてた。あ、いや、知り合いがいたんだな。それより話ってのは、俺が持ってる情報を売ってやろうと思ってな。いらない？そうかい、わかったよ。なんだ、彼女とデートか？はい、彼女とデートに来たんです。なんだ、本当にそうなのか？メールを見て来たんです。話がある。30分後イベリスタワービル展望室にて待つって。おお、それは俺が柏木に送ったメールだ。なんでお前さんがそれを知ってるんだ。大塚さんにここまでのいきさつを話した。柏木理沙さんと会ったこと、様々な異変に会ったこと。なるほどね。赤の他人にスマホを貸すなんて面倒なことするな。それで俺のメールが柏木に届かなかったってことか。柏木さんと知り合いなんですか？知り合い、そうだな。知り合いといえば知り合いだな。まああいつは俺のことを軽蔑してるがな。あいつら、どうしてこんなところ。お前さん、あいつらに目をつけられるようなことでもしたのか。そりゃまずいな。かなり物騒な連中だぞ。あの人たち、一体何者なんですか。なんだお前さん、やつらが何者かも知らずに追われているのか。まあ知らないんだ。知らないままの方がいいかも。そんなに困った顔するな。この場は助けてやるから。金だよ。なんだ、命を助けてもらおうってのにただなんて虫が良すぎるだろう。10万に投げてやる。払うのか払わないのか。いましたよ、上の階です。よっと、金は後だ。一旦七草を預かっておこう。俺が奴らの注意を引きつけといてやる。お前たちは早くエレベーターまで逃げろ。七草は次会った時に金を払えば返してやる。もたもたしてると流しちまうぞ。何が起こったんだ。逃げられると思うなよ。何なんだ。
大丈夫ですか？救助に来ました。さあ、こちらへ。ここは20階の上のトラス階だな。まだ火の手は来ていないようだ。このビルは火災が発生しています。火元は不明ですが、現在消防レイバーで消火活動を行っています。あなたたちも早く建物の外に避難してください。
北東の角に20階に降りられる階段があるはずです。それでは私は他の人を救助しに行きますので。緊急放送、緊急放送、当ビルオフィスエリアにて。しまった、懐中電灯が。いいから早く逃げよう。俺についてこい。案内に従い階段で屋外に避難してください。繰り返します。緊急放送、緊急放送、当ビルオフィスエリアにて火災が発生しています。エレベーターは使用できます。トラス界に到達しました。このままターゲットのオフィスまで移動を開始します。なんだお前たちは。私のことはいいから先に逃げて。見つけた。いない。どこに行った。出てこい。ダメだ。クソ、どうなってんだ。離れてください。救助活動に到着しました。19階西側陸別設定室より電波による救助活動を行います。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。くそ、まだか。くそ、早くしろよ。
柴田さん、奴らです。停電か。どこに隠れてやがる。なんだかくしゃみが出そう。ここにいるんだな。出てこい。三つ数えるまでに出てこい。出てこなければ分かってるな。三、二、一。ただいま留守にしております。ピーという発信音が鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。ピー。あー、武藤です。隠れても無駄だぞ。ピー。早く出てこい。武藤、何遊んでるんだ。隣の部屋を探すぞ。すいません。よし、予定通りだな。お前はさっきの。落としちまった。人の会か。緊急放送、緊急放送、特殊二課が救助活動に到着しました。19階西側リフレッシュスペースよりレイバーによる救助活動を行います。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。名前まで同じなんて。みんなはお姉ちゃんが死んじゃったっていうの。ひどいよね。美穂ずっとお姉ちゃんを探してたんだよ。この高いビルの上からなら遠くまで見えるでしょ。だからお姉ちゃんを見つけられると思って来てたんだ。ごめんね、心配させちゃったね。そうだ、お父さんに会いに行こうよ。まだ病院に入院してるの。しばらくこの子のお姉さんのふりをするわ。ここを出るまでちょっとでも安心させておきましょう。今はこの建物から出ましょう。緊急放送、緊急放送、特殊二課が救助活動に到着しました。
19階西側リフレッシュレーダーによる救助活動を行います。ビルに残っている方は19階西側にお集まりください。それじゃあここで待っててね。美穂すぐに探してくるから。あまりひどく崩れているわけではないみたいだけど、本当に大丈夫？物を探すぐらい平気だよ。お姉ちゃんは心配性だな。ところで消火器ってどんなもの？消火器は赤くて軽くて美味しそうなものだよ。赤くて軽くて美味しそうなものだね。わかった。じゃあちょっと待っててね。
られると思うなよ。逃がすか。よかった。間一髪のところで救助が来てくれた。子供連れだということで先に地上に降ろしてくれるという。柏木さんからだ。もしもし。あ、元気みたいね。ねえ、あなたに貸したスマホにメールが来たでしょ。気にしないでいいからね。また同じ貸出人から来ても無視していくから。あと、そのスマホの画像フォルダ勝手に見ないでね。人に貸すなんて思ってなかったから。お願いね。それじゃ。お父さんが入院してる病院に行こうよ。お姉ちゃん生きてるでしょって会わせてあげたいし。お父さん？そうね。行こうか。やったー。